中国2025年までに電磁兵器配備という、きな臭い話題も深入りまいりましょう。この電磁兵器ってレールガンのことだったんですね。電磁パルスじゃなくてね、はあ、レールガンと普通の砲弾の違いっていうのを簡単に説明しておくとですね、はい、あの通常の砲弾は火薬を使った化学反応で推進力を得て飛ばすんですよ、はい、でレールガンはねリニアモーターカーと同じなんですよ、はい、あの磁石の力でボーンとこうあの送るんですね、だからあの超電磁砲とかもやりますからね、コンバトラー V みたいな感じですけど、はいはいはい、なんですよ、でそうすると何が違うかというと、あの火薬っていうのはだから化学変化が起こるので、こうじわじわじわってなって飛ぶんですよ、すごいこう、あの、超高感度カメラみたいに撮るとこうじわじわっと漏れてバーンってなるので、はいはい、あの速度に限界があるんですね、それで推進力が、でレールガンの場合はもう電気的にいくので、その反応とかがもう瞬時にすごい推進力が加わるので、だからすごい遠くまで飛ぶし弾も速いんですよ、マッハ7とかね、もう今言ってましたけど、はいはい、そういうのが行くんですよ。でさらに言うと火薬いらないんで、うん、砲弾もすごい安くできるんですよ。もうそれこそマッハ7で鉄の塊打ち出して当てるだけで相当なインパクトでしょ。で推進するための火薬いらないで、爆発するための火薬だけにできるので、砲弾もコンパクトにして安く作って大量に飛ばせるの で、でそういう意味ではもうちょっとその、まあ艦砲もそうだし、いろいろこう、まあ、ミサイル防衛とかもそれが変えると言われているようなものすごい兵器なんですね。なるほど。でロシアとかチャイナからこういうスーパー兵器みたいな開発しましたみたいなリリースが最近よく出るんですけど、これもプロパガンダなんで気をつけなきゃいけないですよね。逆にあのロシアはそれを昔やられて、スターウォーズ構想で、そんで軍事費が高騰して滅んだってとこあるでしょ。で逆をやってる可能性もあるので、これちょっと眉唾で考えないといけない。ちらつかせてるだけの可能性もある。そうです、だってチャイナがやるって言ったって技術ないわけですから、どこでパクってきてるんだよって言ったらアメリカでしょ、でパクった技術改良してオリジナル超えるっていうようなことを本当にやれてるのかどうかっていうのは微妙だと思うんで、出てきたからね、出てくるかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないと思います。でなんかあの桜林さんに聞いたんですけど、この、レールガンのすごいこう、まあ基礎的な技術で、まあまあすごいものも日本にもあるらしいんですが、まああのね、緊縮財政のせいであんまりそこにも予算が回っておらず、アメリカと共同開発でもやった方がいいかもしれないですね。いや、その リニアの例えが一番よくわかりますね。そうです、リニアモーターカーでそのまま、だ線路の先はもうなくて、そのままブドーンって送り出すみたいな、はいはいはい、しかもその今のリニアモーターカーって旅客を目的にしてるんで時速500キロぐらいじゃないですか。もっとすげえ速いんですよ、ものすげえ加速つけて、もう人間乗ってたらもう G で首の骨折れちゃうみたいな加速でバーンって送り出して、でマッハ7で飛んでいくんで、それをね、はい、戦艦に配備するとなると、ね、そうですね。だからあの、まあ、今やってるあのミサイル防衛システムありますよね、サードみたいな、ああいうのもだからミサイルで迎撃しないで、レールガンで迎撃すると、まあ、もっと遠くでさらにもっとすごいスピード速く潰せるので、そうするともう核兵器が無力化されるみたいな時代になると、まあ、ガンダムですね、有志海戦闘がメインになるので、そうするともうモビルスーツが活躍する時代になるのかなと。で、まあでもそこも多分無人兵器ですね、無人兵器になるかなと思うんで、だからドローンとこのレールガン、それからレーザー兵器ですよね、はいはい、この辺は非常にあの、まあ、あの戦略をいろいろ変えると言われている技術開発ですよね。ちなみにレーザーについてアメリカも実験成功してまして、ドローンを撃ち落とせるぐらいの出力のレーザーもできてます。でドローン撃ち落とす実験もやってますし、なんかペルシャンかなんかでやったのかな、で動画も出てますよね、 YouTube にね。そうですか、はい、だからレーザー、レールガン、それからドローンですよ、超重要です。で日本もね、だからあのペペが先住にとか言ってる人たちはドローンの開発を応援しなきゃダメですよね。そうですよ、サイコパスなの見てください、あの無人兵器でね、はい、あのサイコパスアニメね、アニメサイコパス見れば、もうあの国境警備用の無人水陸両用ドローンみたいなやつが出てきますから、ウィーンみたいなこうね、多脚戦車なんですけどね、はい、そうですよ、顕微視工業っていうところはね開発してますよね、高架機動隊ではね、はい、でも大体予言の書通りに進んでいきますから、はい、ちょっとだからいつか来た道とか、そのまた戦争になるっていう時の戦争のイメージが古いんですよ、古いんですよね、さっきのあの勉強会と同じで、今の戦争そんな戦争じゃないのに、ね、くっそ古いイメージなんですよ、そんな戦争したら負けちゃうよみたいな、そんなプロパガンダもバレるよみたいな、徴兵されて銃持っていったら向こうからドローンがフィーンフィーンとか出てきて、ドーンみたいな感じ一瞬で終わるみたいな、もしくはもう見えないところからレールガン打ち込まれて全滅みたいな、そういう戦争なんですよ今。その発想も変えないとね、はい、化石のまま戦争の意味が分かってないんですよ、危険にね警鐘を打ってもね、はい、ちなみに言うと、あのクリミア取られた時の話しましたよね、 ある日突然携帯繋がんなくなって GPS 妨害されてると、ロシアねウクライナのロシアと、ある日突然 GPS も全部妨害されて、ラジオもテレビもつかないと、はい、で突然その、まあ、ラジオか携帯か分かんないですけど、フェイクニュースがバーって流れ始めて、全員がバーって混乱して、なんだろうなんだろうって言ってる間に、ロシアの民間軍事会社の連中がバーって入ってきて、で取っちゃったんですよ、
でその民間軍事会社っていうのはスペツナーズの OB がやってるやつ でそのウクライナ行った後シリア行ってるんですよね、シリアでロシア人観光客があの何百人って単位で死んでるんですけど、あれ民間軍事会社の人です。あ、はい、でロシア今景気悪いんで、みんなそこにこうお勤めして、で結構な給料もらえるらしいんですよ。民間企業っていうのは民間企業です、はい、あの謎のグリーンの軍団いたじゃないですか、あのクリミアに行った あれはだからロシアの民間軍事会社で、なんつったっけ名前忘れちゃった、ワーグナーっていうんですよ、ワーグナーっていう有名なロシアの民間軍事会社あって、はい、それがやってますね。森によって偉い名前ですね。すごい名前なんですよ。そうそうそう、そんな感じですよ。この2025年までの実戦配備っていうのは、あの例の大高さん習近平主席の、そうですね、中国製造2025、あれにやっぱり絡んでることなんですかね。はいはい、ですね、遠藤誉さんという方が中国製造2025という本をお書きになっていて、すっごい内容面白いんですけれども、もう中国のこう壮大な宇宙覇権のビジョンで人工太陽は作るわ、月に行ったらヘリウムまで月の資源までも略奪する計画とか、それで核融合を起こすとか、まあ、なんかいろいろ書いたんですけれども、なぜその中国が宇宙まで視野にこのハイテクに目覚めてかというそのきっかけがね、面白くて、日本が尖閣領有権を主張した時に反日破壊活動があったじゃないですか、あの時に中国人が日本製不買運動でこう潰せ潰せやったじゃない、だけど自分たちが持っている携帯スマホの表向きはメイドインチャイナだけど中身開けたら全部メイドインジャパンで、中国人は悩んじゃって、果たして日本製不買といったらこのスマホはどっちのものなのか、捨てていいのか、ね、メイドインジャパンならどうしたらいいんだっていう、そのアイデンティの揺らぎから習近平がもう全部全てメイドインチャイナでやれるようにと言って号令を出したって遠藤さんが指摘してて、結構面白いなと思って読んでたんですけれども。なるほどね、まあ、でもその中国製造2025はもう現時点で破綻しましたね、あの一つ前のね、ファーウェイ の、 あの件、ね、アメリカがもうすごいと思います、それはさせねえっていうことで、はいはい、でもうパクリもできなくなっているので、あのチャイナのイノベーションの源泉というのはパクリですから、でアメリカがもうパクリに対して非常に厳しい今措置を取ってて、あのチャイナからアメリカに投資できるけどアメリカからチャイナには投資に制限があるっていう非常に不平等な関係だったのをアメリカは直しまして、チャイナからアメリカに投資するのもものすごく制限がかかるようになって、実質的にはもうチャイナからアメリカの投資は今マイナスですよね、はい、去年の段階でもう去年の上半期の段階で 90% 減ぐらいだったんですけど、もう今はもうむしろもう売って逃げてると、ハイテク株とか売って逃げてるみたいな、まあ、国内も金ないでしょうしね、というのがあって、であともう一個、その日本とは比べ物にならない規模と、あのスピードで進む少子高齢化っていう問題もあるんですよ、中国のね、はい、合計特殊出生率がね、多分ほとんど 1.05 とかほぼほぼ1になって、急速に今だから人口が高齢化していくんですよね、でその日本でも、日本はチャイナほどじゃないですよ、程度もスピードもね、規模もね、なのにもうこれだけ社会保障がつって言って、そんなね、猫じじい型再分配みたいな騙しをやって、それでもね、あみんな心配だ心配だ言ってんのに、チャイナは今ほとんどノーガードですからね、そこに関してね、矢吹城ですから一応まああるらしいんですけど、基金とか年金とか本当にできんのって感じで、でそんなことやってたら、あの月の裏側でヘリウム採掘なんてやってる資金的な余裕はないはずですよ、そうですね、まあだからね、絵に描いた餅になるのかどうか、はい、でも本当にアメリカの去年のペンス副大統領の演説って、はい、すっごいことを言ってるんですけれども、日本で大事な部分がほとんど報道されてないんだ、はい、機会あったら紹介したいんですけど、はい、宣戦布告ですよ、本当に、はい、中国に対する、あれをねちゃんと分析しないとダメですね、21世紀の鉄の家庭演説だって ね、評価をされる、あれもうこの番組ではすごい、もうこれはすごいっつってみんな取り上げてましたけど、ニュースはあの素人が作ってるんですかね、テレビのニュースはね、なんか何が大事かよく分かってないみたいな、巷に出回ってる変な役も甘いんです、あ専門家がすごい訳したのもらったんだけ ど、ね、全然違った、私あれ原文で読みましたから、はい、もうこれはもう明らかに、まあ、宣戦布告に、等しい、もう春ノートに近いなと、そう、もう鉄のカーテンどころ、僕はこれ春ノートだねって最初習近平触れ上がったでしょうね、あだから工作かけて日本に、これが日本人の耳に入らないようにやってんじゃないか、中国側としてはトランプ大統領よりよっぽどペンスさんの方が怖い、
そうですね、という、はい、アメリカの、ね、姿勢がはっきり出てますから、はい、ペンス副大統領はもともとインディアナ州知事 で、でインディアナ州といえばもうトヨタの企業城下町なんですよ。なのでたびたび名古屋にいらしていて、そうですってね、あの奥さんが、あの上を向いて歩こうを日本語で、まあ、すき焼きソングを日本語で歌う動画とかが残っています。今見られるんですか？トヨタ の、 あ の、 なんかあの、ね、下請け会みたいなのあるじゃないですか、あそこでこう歌ってうわーってもう万来の拍手をもらっている動画とかまだあると思いますよ、はい、まあ非常にそういう意味では日本とあのご縁のある方ですよね。はい、はい。